いただきます。どうもパッケイこと岸井ルトと申します。またスプラトゥーン1の世界に来てしまったで、今回使っていきますのはまたね、スプラトゥーン2では追加されなかった武器を使っていくんですけど、プライムシューターベリーという武器を使っていきたいと思います。スプラトゥーン2ではプライムシューターベッチュになってしまったので、プライムシューターベリーとしてはね出なかったんですけど、本当はね、プライムシューターベリーも武器値セレクションで出る武器だったんですね。というわけで、多分買ってないので買いに行きましょう。あ、買ってるかな？プライムシューターベリーはさすがに買ってるか？買ってるわ！買ってるわ、僕！買ってたわ。OK、じゃあ、使っていきましょう。どこだ？プライムシューターベリー。あ、これですね。プライムシューターベリー。色合いがね、結構カラフルになってて、プライムシューターベッチューだとやっぱり白黒になってたんですけど、プライムシューターベリーの方はね、もうベリーという名前にふさわしいカラフルさというか、紫っぽい色でね、あと、なんか、水色とかオレンジとかでカラフルな感じで、いい感じの色になってますね。で、サブが9番ボムと、スペシャルが9番ボムラッシュということで、なかなかね、濡れるという感じですかね。プライムシューターベッチューは、ナイス玉なんですけど、まあそういうスペシャルの塗りという点では似てるのかもしんないですね。で、今回つけていきますギアは、攻撃力アップ。これ攻撃力アップっていうのがね、あるんですけど、すごく強い。すごく強いの。今メイン性能っていうのがあるのかな？メイン性能っていうのがあるんですけど、のね、メイン性能の感じ、例えばダイナモとかだったらメイン性能つけると攻撃力が上がるんですけど、まあその攻撃力が上がるメイン性能のギアがもともとあるみたいな感じですね。攻撃力アップ、こんな感じですね。ちなみになんですけど、メインだけじゃなくてサブとかスペシャル、すべての攻撃力がアップするので、結構ね、ゾンビがなければ一番採用率が高いギアなんじゃないかなと思います。ワンはね、攻撃力とかよりね、ゾンビの思考回数を優先する人が多かったから、やっぱゾンビを使う人が結構多かったんですね。というわけで、今回はプライムシューターベリー使っていきましょう。ほい、ネイトルタンクをガチオコバトルやっていきましょう。ガチオコか。エリアやりたかったけど、まあ、いいか。ほい、あ、いい手を、お、チャージャー2枚ですね、相手は。スプラトゥーン2では、まだね、スプラトゥーン2じゃねえや。そう、スプラトゥーン2では、チャージャー2枚になりづらいみたいなアップデートがあったんですけど、スプラトゥーン1の方では、結局最後までそういう修正はなかったですね。おっと、射程がね、すごく長いんで気をつけましょう。1のね、リッターは。はい、やって。あぶね。危ない。はい、どうしようかな。ガチホコを持っていきたいけど。落ちた！オッケー、持っていきましょう。なんかいるね。後ろになんかいたけど、あれ無視でいいかな。竜巻なんですよね、ワンのガチホコは。ああ、強い！オッケーオッケー。でも、捨てジャンを積んでるので、すぐね、前線に復帰していきましょう。ゾンビを使わずともね、捨てジャンだけはね、持っておきましょうということでね。オッケー、二角。うん、疑似が。ああ、恨みだ！これ恨みっていうギアがあって、死ぬと、センサー、おっと、死ぬとね、センサーがつくギアがあるんですよ。強いですね。ワンはね、もうサブ、スペシャル、ギア、どれ取っても結構ド派手なやつが多かったから、性能とかね。そこら辺がね、結構面白いところ。立体が怖いな、射程長いから。あ、これ死ぬかも。ごめんね。
さあ、歩行やんに行きたいけど。ナイス、味方がキルを取ってくれているので、もう進みたい。オールダウンしてるしね。行こう、行きましょう。あー、やったけどダメだったな。うわー、2つの車線が僕を襲うんだ。人気者は辛いぜ。ナイス、いいよ。スーパーショット、そこで当ててくる。やるね。彼も攻撃ギアつけてますね。あ、遠い人間違えちゃった。まあいいや。左になんかいるかな。やっぱね、スーパーセンサー強いんだよな、本当に。無条件敵の位置分かるの強すぎでしょ。はい、やはり、今の強っ。攻撃力アップつってるとこういうこと、うま。9番ラッシュが一回も打ててませんけど。僕。ナイス、ここやってくれた。バリアを積んでるんだ。バリアを積んでるっておかしい。バリアを吐いてたんだね、今。ナイス、いいよ。今僕のボムで割ったのか。バーン、うおほほ。そう、チェイスボムはね、ロックオンした時に追尾機能があるんですよ。カーリングとかじゃなくて、追尾機能があって、直射入んない。うわ、強っ。しかも、カーリングとは違って爆発が強いから、一発で死ぬんですよね。カーリングって結構アップデートでちょっと弱くなって、爆風の強さが弱くなったんですけど、チェイスボムはね、もうね、当たったら死ぬんで、気をつけていきましょう。なんか音が、あ、味方だった。射程を生かして立ち回って行きたいけど、うわぁ、強っ！あ、これ何？チャージャーか。さあ、こっちの、シューターにかかってる。ナイスナイスナイス、やってくれた。これは、やばい。ナイス、やってくれた。味方に感謝。これまだ乗られても大丈夫な気がする。危な！いや！逃げれんかった今の。やばいぞ。頑張れシューター。前当たって、前で当たって、前で当たって。あ、いいね、そのトレーナー。ナイス、ありがてえ。あのチェイスマジで極悪すぎたでしょ。ナイス。ナイス。なんかデス数多いな。おい、箱運送庫ガッチリ飽きたー、ガッチリ飽きたー。満を持してガチややっていきましょう。おー、相手射程な、あ、またチャージャーにもいるけど。まあ、こういうことも頻繁にあるのがスプラトゥーン1なんですよね。さあ、2の箱運と比べてどうかな。なんか、ちょっと広い感じするよね。多分ね、カメラのアングルの問題で、多分広さは変わってないと思うんだよね。でも、エリアは確実に狭くなった気がする。エリアが細長くなってない？これもアングルの問題なのかな？あれ、いない。戻りましょう、これは。シルロ。ステジャンを積んでるとですね、ステジャンを積んでると、遅くなるんですよ。飛ぶ時間が、飛ぶまでの時間が。んで、今のはちょっとやられちゃったんですね。そういえば、お気づきの人もいるかと思うんですけど、
あのね、スプラトゥーン1を実況してた頃から、かたくなに、オフにしなかった、ゲームパッドの振動機能をオフにしました、ようやく。うるさかった。めちゃくちゃうるさかった。この動画で見るとね、動画で見返してみると、めちゃくちゃうるさかった。あ、センサーとスーパーショットのね、この相性がめちゃくちゃいいんですよね。だから味方がスーパーショット打つタイミングでスーパーセンサーを吐いてあげると、スーパーショット打つ人からすると結構ありがてえって感じなんですよね。まあ、それができる人は結構、スプラ2の腕前 X ぐらいはもう行くんじゃないかなと思うんですけど。これはごめん。だよね。ちょっと一回逃げれんかったな。しっかり飛んでいって、やっていきましょう。オッケー。しっかりやって。相手3枚落ちてる。ちょっとここに吸盤投げておいて。敵をね、出てきづらくして、カウント稼ごう。とりあえずカウントリード行きたいね。ぬりぬり、ぬりぬり。一旦塗り強いなぁ。ボムなしで返してきてるけど、これはしっかり塗って。いるね。チャージ速度速くない？チャージ速度速くない？あ、ナイス！勝った。というわけで、今回は、スプラトゥーン2では追加されなかった、プライムシューターベリーという武器を使ってみました。プライムシューターベまで一致してるけど、プライムシューターベリーとプライムシューターベッチュはね、もうかなり違う武器になってるんじゃないかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。